いかないとなかなかチャンスは広がらないですよね。明治安田 J2 リーグ、ベガルタ仙台対ザスパ群馬、0対0のまま後半に入ります。明治安田 J2 リーグエスタディオヌエボトリウンフォで行われる本日のゲームです。この時間はベガルタ仙台対ザスパ群馬、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。サイドの紹介です。向かって右のエンドから攻めるのがザスパ群馬、そして左にエンドを取ります仙台。長沢、速いパス回し、チャンスになる。佐藤、川上、パスでつないで攻め込んでいきます。飛び出した、ここで収まる。川上、一歩も引かないですね。いけるか、これはチャンス。うまくボールに行きました。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。ゴーケ、川上、平松、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ、裏を狙っていきましたが、これは合いません。オナイユ、仙台カウンターを仕掛けます。北川、裏を狙う、さあ抜けた、さあシュートレンジだ、シュートを止めた。しかしこれよく止めましたね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。仙台は嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考